江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、渓谷の掲示板からのご紹介でございます。渓谷民、渓谷の男性は一番奇妙です。自分が屈強だと信じ込んでいるというスレッドがありましたので、ご紹介していきたいと思います。それではスルー主の書き込み見ていきましょう。くーちゃん、お願いします。しかし渓谷の男性は一番奇妙です。外見的に見ても男らしいとは思えない我が国の男性が、気持ちだけでは西洋の男性に劣らず、なぜか自分たちが屈強であると信じ込んでいる。何を根拠にそのような空想の中にいるのだろうか。いや、空想の中にいたい生き物なんだよ。分かってやれよ。はい、じゃあですね、こちら渓谷の反応行ってみましょう。ほっといてやれ。そこをいじってやんな。日本や C 国と比較したら屈強だからじゃないですか。あ、何言ってんの。全く根拠がないわけではありません。実際に自分がそうじゃないからこそ、そういう自分に憧れている。まあそれはあんじゃない。男らしくて屈強であることが当たり前の世の中で、自分も含めて周囲がそれで当たり前なのであれば、誰も憧れたりしない。小型犬ほどよく吠えるじゃないですか。それと同じことです。犬扱いかよ、ひでえな。そこまで自信を持っているなら、どうして男性の自己露率が圧倒しているのでしょうか。ああ、そうね。自分が屈強で男らしい人間だという自尊心があれば、極端な選択はしないと思いますが。渓谷さん、あのメンタルの振れ幅がでかいからさ、あの落ち込むときはとことん落ち込むからね。現実と理想のギャップに押しつぶされるんですよ。どれだけ理想を思い描いても、それは理想に過ぎず、いつでも厳しい現実が目の前にあります。現実が厳しすぎるんだろうな。アジアの中で屈強なのは事実です。徴兵制なので屈強にならざるを得ません。ああ、まあな。我々がどう思っているのかどうかではなく、海外の渓谷の男性のイメージが重要です。あ、そっか。海外では渓谷の男性、背が高くてハンサム、男らしいというイメージで浸透していますよ。男らしい渓谷の男性、渓谷の男性っつって真っ先に思いつく人誰。私は BTS かな。男らしいかと言われるとちょっとうーんみたいな感じするけどね。多分これは世界の認識だと思うけどね。少し前にそのようなイメージを持って渓谷に旅行すると、イメージしていた渓谷の男と違いすぎてがっかりするという記事が CNN から報道されてましたね。わらわら。おかしいね。空想の中だけでは自分が強いと信じたいからです。ティーティー、現実はアジア内では確実に一番男らしいと思います。実際パワーやフィジカルで最も圧倒しているのが我が国です。自尊心の民族だからです。せやな。西洋に憧れる日本よりも最も西洋に近いのが渓谷ですね。フィジカル面で優れていることもそうですが、最も肌が色白で綺麗なことで知られています。平均身長で日本を上回っているからです。事実を述べているだけですね。身長が高ければ屈強なのか、筋肉がなくてただ背が高いだけだとかなり弱々しく見える。え、そんなこと一度も考えたことがないけど、どこの渓谷の男の話をしているんだ。はい、ということでね、それではですね、チャットの反応を見ていきたいと思います。はい、それではね、上の方からいきますかね。皆さんどう考えてますか。ただ単に下手れな癖して何言ってるのかわからない、かっこ笑い。渓谷人は奇妙です。自分たちが貧困法制だと信じています、わらわら。肉体鍛えてても敵前頭部をしてりゃ意味ないんやわ。卑屈で強者に弱い、それ屈強話で煽られてるだけじゃない。もうやめてあげて、 HP はゼロよ。お前らはいつもだろ、嘘と妄想で生きているのに今更だろ。BTS は K-POP として欧米では有名だね。黄色い軍がいるじゃないか。意味はわからんが、とにかくすごい自信だ、わらわら。いつも叩かれてもくじけない系女の方が屈強だろ。思いたいけど現実と理想の乖離が激しくて絶望しちゃうのよ。メンタルの強さはないな。妄想は誰も傷つけないからな。現実から目をそらした若者は漏れなく自宅警備員になります。男性の自治率が高い、女性が生まれないからでしょ。その徴兵を逃げるやつどんだけいるんだよ。
ベトナムにやったこと見りゃわかるやろ。丸腰の年寄り女子供にしか強く出れないんやから。チェホンマンを追い出したのに。イジェミョン先生は屈強だぞ。なんせ1ヶ月断食しても生きてたんだから。ラフプレイが多いのがフィジカルが強いとは言わない。パワーとフィジカルで圧倒してるのに試合でボロ負けなんか、わら。いやいや、わらわらなよなよして笑われてたのを翻訳ごまかしてテレビで放送してたよね、わらわら。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、また。